本作に多数登場するボーイング747から400本作で亡命に使用されるミッグ -25 迎撃戦闘機、キャプテン・アリスは、高田雄造による日本の漫画作品。2009年11号から2013年11号まで、青年漫画誌、イブニングにて連載。企画協力として、作家の里見蘭の名が表記されている。 アクシデントに見舞われやすい主人公、長谷川アリスとその他航空関係の面々が繰り広げる、航空会社にあるまじき波乱万丈の日常を航空業界の実情にフィクションを交えながら描く作品。一部のエピソードにおいて国の政治や外交に対する風刺描写が盛り込まれている。アンカレジでの自己調査と入社式のために羽田空港にやってきたアリスであったが、 そこで、宇崎里氏が、事故に遭う飛行機が予知できること、その事故にチームガーディアンという組織で対応すること、アリスもその一員として招聘されたことを知らされる。にわかに信じがたい話であったが、事故調査委員会の聴取中に落ち通りアクシデントが発生したことを知り、事故調査の対象であった、ボーイング777回で救援に向かう。一方、 アクシデントの発生した、ボーイング747から400の機長を務める、金さんは、コンピュータ系のトラブルで、オートパイロットの停止や予備計器の故障等次々と起こるトラブルに対応していた。そこに、アリスの登場する777回が合流し、ティカズを利用して金さん機の誘導を行うことを、試みる。その誘導にぴったりついてくる金さんの操縦技術に、 アリスは、父と同じものを感じ金さんに惹かれていく。ありがとうございます。